こんにちは、松井塾の松井です。さあ今日はやっていきましょう、男子の要するに衣服ということになるわけなんですけども、まあ、国風文化時代、まあ、つまり平安時代ですね。平安時代国風文化の衣服ということになるんですけど、男子ですね、はい、男子はですねこの頃ですね何が流行ったかということになるんですけど、束帯というのが流行ります。はい、束帯、これどういう風な形になるかということなんですけど、はい、こちら見てください。こちら、はい、ドン。ちょっとね今日はうまく描けたかなっていう風に思うんですよ。まあ、こんなんです大体。こうちょっとうまく描けてないこれ、はい、側帯、こんな感じになります。あとはまあ平安時代代表格ということになるんですけど、まあ、十二人ですね、女性の、十二人をやっていきましょうということになります。はい、ちょっとこううまく描けたんでね、ちょっと嬉しいですね。はい、これ側帯ということになります。異論は一切認めません。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。